去年か一昨年ぐらいに自分の使命はこうだったんだなということをはっきりと自覚した出来事があったんですよ。こう例えばカウンセリングとかセミナーとか来てくださる方を見てると、なんかね笑えてくるんですよ。何が笑えるかっていうと、この人の使命はここにあるじゃないかっていうのは分かるわけです。ひらめきっていう言葉をいっぱい聞いたと思うんですけど、もうねこのひらめきが人生の中で一番大事だと思ってて、私霊能者、実は霊能者でですね、いろんなことをこう個人鑑定をしてるんですが、よく個人鑑定今度行きますって言われるとですね、あ来なくていいですって言っちゃうんです。なんでかというと、自分のことって自分の体が一番知ってるんです。喜怒哀楽ってなくそうと思ってもなくせませんね。怒ったり悲しんだり喜んだり笑ったり、そういう心をどういうふうにコントロールしたら自分が生きやすいか。だから人と話してるときに鳥肌が立ったりすることってありませんか。あ、もう自分のお家がお店みたいになりますよって私が例えば言うとしますね。そうするとね、わーっと鳥肌が立つ、体の方が反応するときってありますでしょ。そういうときは未来記憶が反応してるんです。自分がこの場所と合うかどうか、この人と合うかどうか、この仕事と合うかどうか、そういうのは自分が深呼吸できるかどうかを見れば分かるんです。使命ってお名前そのものがもう使命だというふうに私は思っていて、この世に、ね、命を授かった時に、つけてくれた名前っていうのはやっぱりね必然で続いてます。必ず意味があります。じゃあ天職って何なんですかってよく聞かれます。今してる仕事が天職です。ここでね、さっき弥生さんが言ってたね、直感っていうのを皆さんも使えるんだっていうことをね、ちょっと今から実験してみたいと思うのね。運命と宿命っていうのがあって、宿命はもう宿してきてる、その企画書でもうポンポンポンと決まっていることなのであれなんですけども、運命は私切り開くものだと思うんですね。だから決まってることと決まってないことと両方あるように思います。こういう人ね結婚します。結婚が、しかもねこういう人はご褒美の結婚が来る。